ルーカス・ラモン・バリオス・カセレスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身。パラグアイ人、サッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・クラブでヒムなしあいエスグリマラプラタ所属。元パラグアイ代表。ポジションはフォワード。パラグアイ代表でも所属チームでも、ユニフォームネームを、ファーストネームの、ルーカスとしている。南米やメキシコのクラブを渡り歩いた後、遺跡金420万ユーロで、 ボルシア・ドルトムントへ移籍。1年目からレギュラーに定着し19得点を挙げた。2010から11シーズンは前年よりは減ったもののチーム最多の16得点を挙げ、ドルトムントの攻撃の中心として、ブンデスリーが制覇に貢献した。しかし、2011から12シーズンは故障の影響から、ロベルト・レバンドフスキにスタメンを奪われた。 冬の遺跡市場での放出も噂されたが残留。チームは、ブンデスリーガに連覇を果たす。2012年5月、公衆久し大足玉クラブへの遺跡が発表された。遺跡金は850万ユーロ。契約は4年間で6月1日からの加入になる。しかし、出場機会があまり訪れず、退団を、表明。2013年8月10日。 FC スパルタクモスクワへの移籍が発表された。2014年8月12日、モンペリ HSC に買取オプション付きでのレンタル移籍が決定した。2015年7月16日、パルメーラスに移籍した。契約期間は3年、背番号は10番。2017年2月26日、グレミオフ・ブパに移籍した。2018年1月、 フルスの AA アルヘンティノスジュニアーズに加入するに合意したと発表された。2020年1月18日、クラブでヒムナシアイエスグリマラプラタに加入した。母親がパラグアイ人のため2010年4月にパラグアイ国籍を取得し、5月4日にパラグアイ代表に初選出された。2010フィファワールドカップパラグアイ代表にも選ばれ、首相となった。 同月26日の親善試合、アイルランド戦で初出場を果たし、初得点を挙げた。ワールドカップでは無得点に終わったものの、前後試合に出場し、パラグアイの初のベスト8進出に貢献した。コパアメリカ2011でも、レギュラーとして全試合に出場。グループリーグのベネズエラ戦の1得点のみに終わったものの、パラグアイの準優勝に貢献した。 しかし、決勝のウルグアイ戦で負傷してしまい、開幕を控えた、ブンデスリーガの序盤戦の欠場を余儀なくされた。両足やヘディングによる、得点力だけでなく、フィジカルを活かしたボールのキープや、オフザボールの動きで、味方にスペースを与える能力に長けている。ありがとうございます。